皆さんこんにちは。宮城ルース酒場ウオタニア店主のウオタニです。皆さんお待たせしました。今日はこれからの宮城を彩る魚介ホヤですよ。はい、それでは、こちらのホヤ皆さんと一緒に実践してみたいと思いますが、今日はですね、用意しているのは海から上がったままの殻付きホヤです。こういった殻付きホヤを選んでいただく際には必ずと言っていいほど産直のものをお取り寄せください。まずはそこからがスタートです。それでは下処理実践してみます。はい、それではホヤの下処理始めたいと思います。まずご用意していただくもの、今日はキッチンバサミでさばきたいと思いますので、キッチンバサミ、さらに、こういったボールがあるといいと思います。ボール、さらにはこちらあらかじめ用意していたものなんですが、塩水です。お水の量に対して 3% ほどの塩を入れて塩水を作っておいてください。この塩水は後ほど使います。さあ、それでは早速ホヤをさばきたいんですが、ホヤにはですね、見ていただくと分かるように突起物が2つございます。上から見ると一方がプラス、一方がマイナスになってます。この、プラスとマイナスを見極めていただいて、まずマイナスの方をハサミでカットします。はい、カットしました。カットしたところからまっすぐ、こちら根っこのようなものが入ってますね、まさに根元、この根元に向かってハサミをジョキジョキジョキ入れていただきます。ほら、いっぱい出てきましたね、いっぱい出てきましたね。この今出てきた水はホヤの中に含まれているホヤ水と言われる、主に海水ですね。で、今回はこのか、ホヤ水は使いません。こうやって見ていただくとホヤすぐにね、こう殻から外れるので、指を皮の隙間に入れていただくと、こうすごく簡単にホヤから、ホヤと殻、身と殻を分けることができます。まずは殻も後ほど使いますので置いておいてください。そうするとホヤがこういった状態でですね、中身が覗けます。まずこういった茶色い黒い部分ですね、ここは、ホヤの肝臓に当たる部分なんですが、これは取り除いていただいて結構です。さらに、こちらにもありますね。で、こう上から見ていただきますと、実はホヤの腸管、腸ですね、がこういう S 字、分かりやすく言うとですね、ちょうど S 字フックがあったんですが、こういった感じで腸管が通ってます。この腸管に合わせてまたハサミを少し、腸管だけ切るんで外側の身は切らないでくださいね。内側の腸管を切っていきますと、この中に、糞が溜まってるんです、ホヤの。で、この糸のようなものが糞なので、これをうまく取り除いてください。ハサミでカットすると、あとは一旦真水でジャブ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 と洗いですね、余分な黒い部分を取っていただいて、取り除くのは黒い部分と糞でだけで結構です。きれいに取り除いていただきますと、一旦先ほど用意していた塩水の中に入れといてください。この工程をある程度進めると楽に仕上がると思います。では早速こちらをお刺身で、ご用意したいと思います。はい、それでは先ほど下処理をしたホヤです。塩水に入った状態なんですが、早速これをお刺身用に調理したいと思います。まずキッチンペーパーを用意していただきまして、さっとこのホヤを塩水から取り上げます。で、余分な水分だけ、軽くでいいです。軽く余分な水分を取り除いていただいて、この時にもちょっと糞が出ましたね。そういったところを、きれいに取り除いていただきます。はい、もう簡単です。この状態のホヤは食べやすい大きさ、特にですね、僕のおすすめは短冊状に切るのではなく、少し厚めに切った上でさいの目ぐらいで切っていただくと、それぞれの部位によって食感が違うのがお分かりいただけます。楽しんでいただきますね。そういう楽しみ方もあります。
あとはきれいに盛り付けていただきますと、ホヤのお刺身の完成です。もう一つ、このホヤの殻なんですが、こういった殻は、殻だけで、まあ、取りためていただいてですね、きれいに洗っていただいて、まあ、お湯で戻していただくと、ホヤの出汁が出ます。まあ、こういった、殻までそういった利用していただくと、ホヤも喜ぶんではないでしょうか。ホヤ出汁もどうぞ。はい、それでは皆様いかがでしたか。今日はですね、このホヤをお刺身にしてご用意しましたが、もちろん酢をかけるだけでもホヤ酢になりますし、その他ですね、加熱調理、例えば蒸すだったり、焼く、揚げる、まあ、こういった、調理をして、和食アレンジにしていただくのはもちろんなんですが、まあ、その他にも中華、さらには洋食、まあ、こういったところにも挑戦していただけるのがホヤの魅力の一つですね。さらに保存、保存はですね、先ほどご用意していただいた塩水につけていただいてますと、まあ、1日2日お刺身でお召し上がりいただけます。まあ、それ以上時間が経ちそうだなと思ったら、まあ、生の状態で結構ですので、塩麹なんかにつけて塩辛、さらには味噌床につけて味噌漬け、まあ、そういった、保存をしていただくと、まあ、酒の魚はもちろんなんですが、ご飯のお供としても最高に美味しい一品が仕上がります。それでは皆さんもぜひホヤライフをお楽しみください。ホヤさいなら。